皆さんこんばんは。子ども地球サミット2012広報番組始まりました。すいません、すいません、アーカイブをね、はい、もうザカさんが言ってくれてるのにね。ねえ、ほんとに、はい、俺貼ってんのに見て蛍光ペンで赤く、はい、周りをこうって。でも大丈夫、今できました。ありがとうございます。始まりました。はい、はい、あずみです。りなです。よろしくお願いします。はい、いや今日もタイムラインにたくさんの方々が、ザカさんザカさんが20秒早ければだってキシリトールさん、それからヨウコちゃん、ほのちち、それからトレインエムさんはまだ来てませんね。はい、はい、久米田さん、あ、トレムさん来てるよ。ほのかも来ました。こんばんは。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、あ、トレムさんも来ましたね。はい、今日はいろいろと内容盛りだくさんですね。はい、たくさんだよ。で、今日の流れは、はい、まず次は今日の1枚のことについてちょっと伊藤さんから説明をしてもらいます。で、その次は、はい、さっき流れてるんですね。はい、173回目のうぱ散歩です。はい、で今回は飯島町よだぎり公園です。はい、はい、で5番はいいよ5番その次は、言っちゃっていいですか。いいよ。ゲストは誰だ、言わないで。あ、ゲスト登場します、はい、ゲスト登場です。なんと中学生ではありません。はい、はい、ケイクにしてる。ケイ君。さあ、先週の上条くんかもわかりません。はい。中学生ではありませんって言っちゃったじゃん、今。あ、そっか。ケイ君。ああ、そういう意味ね。下でね、言ってるのね。TK。ああ、TK。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 はい。テカみたいな。はい。次はね、まあ、ほのかとアンジのオーディションやったんだよね。オーディションの映像があります。はい、それから、まあ、ね。はい、リサイタルを頑張るということで、はい、一部分だけ私がサムネの振り付けを即興であずみに教えます。はい、教えてもらいます。すごいね、それちょっと見物だね。それからは、はい、最後は本読み、スプリングリサイタルの今度の本読みをします。はい、あずと、基本的にはあずとまやがやるのと、りなと誰だっけ、相手はライムか。しらもうすごいボケボケで、キャラクターいいと思うんだ。ライブキャラいいじゃんな。で、ディラと俺めちゃくちゃ考えたもん、今回組み合わせ。おい、ほのかは今日習ったギターを振り返り中だって。今日のギター実はめちゃくちゃかっこいい、高度なことやったの。後でゲストのやつ来てからその雰囲気教えたいんだよね。はい、じゃあいいですか、ディラさん。はい、今日も一日頑張っていきましょうか。はい、じゃあ続いてはデレン1枚だよね。はい、今日の、はい、実は、はい、トレイエムさんはじめ鉄道のファンの皆様に先週の音の初麦でもう多分見てる人分かったと思うんだけど、奇跡のみーちゃんの即興音楽、ありがとうデコイチっていうのをやったんだよ。そしたらで、実はアーカイブ取り忘れてるな。みんなが最高って言ってやり終わった後に、だから笑ってたのか。そうなの。普通忘れるかっていうぐらいにみんなでめっちゃくちゃで、そうちゃんもびっくりするぐらいに、みーちゃんってさ、やっぱりクラシックから来てる子だから、ああいうアドリブとかいうのはあんまりできない人なの実は、うん、ジャズっぽい感じは、ね、そうで、去年のやっぱりキム・ドクスは覚えてる。キム・ドクスがみーちゃんに その場でさ、バッと言うわけよ。みーちゃんはじめ心臓バクバクになりながら緊張したけど、やっぱり経験ってすごいなと思うよね。でね、みーちゃんもうね、感じたまま吹けるの今で。やっぱりジャズのスケールも勉強してな。そしたらね、もうみんなが見てくれてたんだけど、もう奇跡のね、楽曲が。ゲストさんもちょっと声だけね、すごかったですよね。すごかったですね。あ、分かっちゃった。分からない、分からない、まだ分からない。いや、分かっちゃう。絶対分かっちゃう。で、実はあね、ここにいるトレーム君もなんかみんなで、ね、今年1枚か1枚じゃない、今年年内中にあれを仕上げようってなったわけよ。で、今までいっぱい本日の1枚1枚ってやってきた
実はなんかあの曲と出会うためにやってきたのかなっていうぐらいに、あのまだアズモンアーカイブまだ見てなかったら見て、でね、ハイライトにしてる、ハイライト映像、うん、すごかった、パッと1曲だけ、あーさすがでいいな、よかったですあれ、うん、すごかった。でね、そのをやるっていうことでここに集まってられる、集まってくれてる鉄道の皆さんにも何とかそれを CD にするのを協力してもらったり、ジャケットとかいろんなあの鉄道の情報をもらったりとかしながらやるっていうことと、じゃあ明日はきっと、ああ本日の1枚はこの広報番組ではなくなっただけで、明日はきっとやってくるっていうほのかの番組と、あと音の厚麦で、音の厚麦の方は多分あれを仕上げていくっていう感じになっていくと、でなおかつまだこの鉄道の気持ちにお答えするのはもうほのかに任そうと、全部だからほのかの番組にゲストに行くときにまた手伝ってあげて、でこっち側はもう子ども地球サミットの、今年の広報を、まずはリサイタル子ども地球サミットってつながっていくことをもう重点的にやっていきましょうと、はい、はい、そういうふうになりました。なりました、はい、トレインエムさんが来ました、はい、来た、さっき言いましたよ、さっき言ったっけ、ほら、はい、あれは本当に奇跡です、はいはい、はい、ぜひ皆さんも見てない方はぜひ見てみてください。はい、今アド知ってる、ヨコちゃんヨコちゃんはどういう状況か、お前この間来てないか分かってない、ヨコちゃん今追い込まれてて、ギター実は私も分かんないよ、あ、分かってないか、うん、月曜日明日きっとやってくるで、ある楽曲があるんだけど、それをヨコが今すごいちょっと壁にぶち当たってるのね、でこの間イトさんとサーちゃんでリズムとか教えたりいろいろやったので、月曜日にそれがクリアしなければちょっとの間降板、番組降りる、明日、明後日公開オーディションっていうので、よくねちょっとだから今ビビりながらこうやって練習しながら多分やってると思うそうなの、やっぱり絶えずないつでも壁があってそれを越えていくからさ、そうですよ ねもういつでも容赦ないっていうな、必ずね、来るね、引っかかることは絶対にあるよ、絶対絶対本当にある、絶対経験者はかかると、あ、どんどん来てますよ、これはな、東海さんこんばんは、あ、トレイム君ね、こんばんは、あの、そうそう、一緒に会ってぜひとも詰めていきましょう、あの、本当にみんなで、ね、詰めていくって話になってます、ちゃんと一曲、楽曲として、仕上げていきたいし、どういうブックレットも含めてね、みんなで一緒にどのようにすればいいかっていうのを一緒に公開で進めていきましょう、はいはい、で次は、はい、デデン、はい、デデン173回目のウパ散歩でーす、イエーイ、映像の中でゲストには座ってもらいます、はい、はい、さあで今回は、はい、今回は飯島町夜田切公園です、 OK、 ウパ散歩というのは、ここ違う、子ども地球サミットが行われている長野県のいいところを清水プロデューサーが散歩していろいろな映像を撮って世界中の人たちに紹介するというコーナーです、はい、はい、さすが、それではいきましょう、はい、はい、せーの、 VTR スタート、町夜田切公園に来ております。ここには、ちょっと変わった名水コスモの水というのがあるそうなので、ちょっと飲んでみたくて、立ち寄ってみました。ここは、春になると桜の木が満開に咲くんです。全部桜の木です。そして公園内は、とっても綺麗に整備されていて、キャンプ場にもなっているので、キャンプに来た方は気分よく、キャンプを楽しむことができます。広い敷地内ですね、プールなんかもあるんですよ。私はプールが大好きです。
ょっと可愛らしい池が流れてます。池？川ですね、失礼しました。このようにキャンプ場の中ですね。ここはちっちゃな鴨居もあるんですよ。楽しめます。そしてこの公園をちゃんと整備してくれてる人がいますね。今ほうきで落ち葉を掃いてくれてます。いいところだ。そして私が少し楽しみにしていたコスモの水に到着しようとしています。ここは、道路の近くなんですが、能面道路の、道路沿いです。車はしっかり通ってます。そして到着、コスモの水です。中央アルプスから、雪や雨が地中深く浸透して長い月日をかけて、淀切公園の地下を流れてきた水を汲み上げているそうです。周辺にはオニヤンマが生息しているということを書いてありますね。こちらコスモの水。お、不老長寿、不老長寿と書かれていますね。これは勝手に飲めるのかな。ちょっといただいてみます。綺麗な水です。あら、ちょっと温かい感じがしますね。美味しい。コスモの水は、美味しく水質基準に適合したこの水、飲料水や、調理水として利用いただけますとのことですね。そして健康維持されるので100を超える長寿となられますように願いを込めてと命名させていただきましたと書いてありますね。このコスモの水、キャンプ場に来た人たちはみんなこの水を飲んで元気になってまた仕事に戻られるんでしょう。それでは今日はこちら飯島町コスモの水からお届けしました。それでは皆さん、またアズリナーバイビー。アズリナバイビーでした。はい。これね、ちょっとこの番組の中でね、リナが今のウッパ散歩の中でリナ偉くなったなと思ったら、サワプロデューサーカメラワークまで怒られるもん。ウッパ散歩明けはこの場面で、で私がいやさすがですね、紹介してからとかカメラワークまで言うなって。もうね、演出家に変わってもいいんじゃないかな。はいはいはい。それは困る。はい、じゃあ、上条先輩が来てくれました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。先週はありがとうございました。ありがとうございました。上条君が、明日は中国の大晦日、そう、旧正月だからね、台湾とか中国はそうだね、明日が正月、明日だね。あんまり沈むと頭だけなんですよ。はい、はい、じゃあここで、すごいですね、じぇじぇん、じぇじん、ちょっとだけウパサンボを触れてあげる。あ、そうです。173回ってすごいね。すいません。はい、もう173回目ですよ。はい、もうすごいですね。あえてゲスト。はい。早いですね。すいません。ゲストはシミズさんの声が私すごく落ち着いてていいなと思ったんだけどね。シミズさん、うん、聞き取りやすいしね、いいね。上手くなってるよね。あ、もともと声はすごく聞き取りやすいんだけどね。顔は、顔見えなくてよかった。最後のアズリナベイビーが最近様になってきたよな。
初めて寝てたんだよ。さすがに30代の女性がさ、一人でこうやって、そうだけど散歩して歩きながらさ、あずみね、ベイビーとかね。恥ずかしい、恥ずかしい。まやねーも初め、すごく恥ずかしかったんだって。いろんな人会うじゃん、やっぱり。まやねーって何言ってるのかな、この人って思うじゃん。いや、まやねーはまだ、またね、遠くから聞いてると、またねーに来るじゃん。アズリナバイビーだろ。意味不明だろ。はい、はい、じゃあ行きましょうか。はい、中学生じゃないです。先輩からつながりますか。はい、 TK 君です。 TK 君、 TK 君って言ったらお前 TK さんです。はい、 TK 様です、はい、様です、様。どうぞ行きます。はい、あ、これ中ワードどうぞ、ね、ぐるぐるぐるやるか。どうぞ即興行け。スーパーゲストに、スーパーゲスト TK 様、ゲストは高田さん。こうです、こうこうです、こうです、こうなんか違う、合ってる、違いますか、こっちが左手くる、こっち、こう、もうおっさんやな、お前全然なってね、こうするじゃないですか、こっちです。あ、こうか、はい、そうです。アジーナ、バイビー。スーパーゲスト、スーパーゲスト、エコブロームベーシスト、はい、中学28年生。はい、中学、はい、今日ね、はい、実は高田ちゃん呼び出した。はい、この間のタイムラインでさ、エコブルームってさ、今度ディサイタルでとか子供地球サミットで言えば公平な立場じゃん。そうですよね、残念、ね、本当に公平にやんなきゃいけないのに、はい、なんとこいつはね、公開で、はい、オイラは赤組の応援しますとかって言って、なんですか、いや、それはどういうことですか。それはそれはですね、私たち赤組にとってはすごく嬉しいことなんですが、私たち白組にとってはね、エコブルームは、はい、公平であらなきゃいけないと思います、ね、ちょっと色つけちゃうかな。赤組とかだけ森が良くなる。じゃあ、ただじゃあ公開でだけど、はい、構成表です。で、まだオーディションで、あ、ごめんね、ちょっと待ってね、オーディションで決まってない。あ、はい、受け取ってくださいやつ、そうですね、てかさ、はい、てかさとか言っててかさ、あずみはリサイタルの歌の練習順調ですか。はい、やっぱりなんか結構あのモノマネとかを意識しちゃっていつも歌ってたんですけど、ちょっとやっぱり自分の声とかもやっぱり入れてった方がいいかなと思って、素の声でもやってます。ちょっと高い音が難しいですね。私ね、昨日ね、はい、PV 見たんだよね。もうすごいかっこよかった、やばかった。あ、ミーシャ PV とか、うん、急に全員の分ディナーらしいんだよ。全員の歌だってよく調べてるって。そしたらアズが歌うミーシャのやつが、これやばい、かっこいいって、赤いバラの、あ、そうそうそう、それあれだし、ね、ライブとかもちょっとだけ見た。あれはかっこいい、すごいかっこよかった。はい、はい、いや、あれはね、もう完成度が高いと思うよ、うん、ありがとうございます。で、アズに多分雰囲気いいんじゃないかな。今、タカちゃんね、いつもそんな感じで、はい、で、まあ、この間番組見てもらったら分かる通り、紅白歌合戦のパロディ版、はい、で今年の紅白はさ、いい意味で一味も二味も違ったみたいだったし、明日はきっとやってくるっていうテーマのもと、まあ、復興支援した風に持っていきたいなと思いますね。でそれを競い合ってもらうと、でオープニングは、まあ、あの上田君の津波のやつを今度はレイナとソワに呼んでもらって、で、オープニング演奏がまずエコブルームからシアトリちゃん、ハエちゃん、みーちゃん、高田ちゃん、マイカで、ゲストで俺と堀ちゃんに、まあ堀ちゃんまだちゃんとお願いしてないけど、ちゃんとお願いする。で、陽子はここに入れるかどうかまたオーディションの結果で、司会者が登場して、この司会者っていうのは赤組リーダーのほのかとリナ、アシスタント、あ、ここで登場するわけですね、はい、で、白組リーダーのマヤとアシスタントあずみが出てきて、はい、ダーマーみたいなこと言ってテーマを喋って、出場者全員を舞台に上げます。で、審査員の紹介。で、審査委員長は沢プロデューサー。はい。で、今、審査員まだ候補を探してます。で、芋筋と、ソアとライムの芋筋トリはララバイからカルメン巻き、私は風。ライムの風は吹いている、
で夢よかにドラえもん、これが楽曲ですね。でこれをリーダーとサブアシスタントはこれをどうやって盛り上げるかっていうのはもうそれも審査に入ってる、はい、でここに関しては演出は一切なし、もうそれぞれみんなに考えます、それぞれで考えます。でこのあと1回目はディナーが、これがすごい、今回ねチラシに弓蔵振り付けじゃん先生、ディナー振り付けも乗るんですよ。ディナーに1曲 EXILE のサムで、でこれがなかなか見物です。今日後で公開でレッスンをちょっとやってくれ。でそれがあって「クラ過去の風のラララ生き物ばかりありがとう」で「リサのゴーゴーサマー」「アンジの学園天国」で白鳥ちゃんのリズムパフォーマンス、これはねあのもうオーディションしてね、全然俺たちが予想したこと違う子たちがどんどん受かってくる。で譜面を読めたりで、今日後でこの後ディナーだよな、アンジとほのかのオーディションの様子も、はい、で、陽子のホワイミで、綾乃のマナのラブリーロックンロールで、実は今回ディナーとミヤ、これも見物、要は楽器をフューチャーする。でディナーはフルートで、メアはアルトサックス、エコブルームと一緒にやって、うん、バンドの中に椅子が入ってもらってフューチャーするっていう感じ で、その楽曲はまだこれからで、今サーちゃんがフルートのニーナと指導しながら、うん、だからセンスみたいなこと言ってたらいいな。でショートミュージカルはこれ、ね、実は戦争の戦中の小学生で、お父さんが赤髪に来て、赤髪の意味を分かってない子供がいて、3人の小さ一番下の子たちが3人で、その赤髪は実は、お父さんは戦争に行ってたと。でも、お父さん昨日枕元に帰ってきたよ、枕元に来て喋ったよ、要は戦争で死んでお父さんが別れの挨拶に来ましたっていう、まあ、そんな物語があって、それはね、面白いの演奏は陽子とほのか、安住里奈だけでこのちょっとしたショートを全部やっちゃう。エコ車入らずに入らず、はい。でエントリーナンバー7で、リサとライムがボーダレスで、サイとアンジ、要は小学生、この今年の子ども地球サミット背負ってもらわなきゃいけない小学生チームがオリジナル曲2曲をやってもらうと。でコントで、今日は後でコントもやります。赤組全員が過去の部屋っていうのと彼女欲しいね変なラーメン屋、プリントクラブ、バンド解散運転っていう、はい、こういうコントがあります。で弓先生指導の、今度オーディションです、これも弓蔵先生です、弓蔵先生です。ダンスパフォーマンスがあって、で、あすみボスのチーマーミューズレストライアゲン、あすみの会いたくて今、はい、でほのかリーダー、最後リーダー同士の戦い、これも見物ですよ。ほのかのドリカムとマヤのカモン、カモン、超楽しみ、これもこれ、ね、すごい楽しみ、うん、でエコブルームのパフォーマンスが、審査時間がこれであって、でお客さんからも、全員もらう、だから本当に俺たちも分かんない状況にして本気で競いやってもらう。で審査発表で審査委員長サーちゃんが登場してきて、最後エンディング明日来てやってくる大合唱で終わると、まあこだわりようです。うん、なかなか面白そうだよね。いや客観的に見たくなりますね、これでステージが上がるって、うん、お、上条くんはなんか応援団長やりますよ、だって白組の。すごい。じゃあ上条くんは白組の客席応援団長で来てくれ。はい。で、あのマヤくんが赤組応援団長で。ダメですよそんなの。マヤくん、なんで？勝手に決めちゃいけません。どっちが？赤組の方がいいかもしれませんよ。いや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 。どっちが勝つか分かりませんか。今日は客席の中もちょっと白熱させた方がいいです。でもあいつら初めから応援団長決めたら思わないか。そうそう。どっちがいいかっていうの本当に。そうだよ。投票しながら。はい、おー、どんどんツイート、おお、はい、じゃあ行きますか、皆さんどうぞ進めてください。はいはい、すいません。次はですね、うん、高田さんが登場したということで、スプリングリサイタルの話になって、キーのからのほのかとアンジが、はい、この間のねレッスンを、まあ、ほのかはマイコプラズマで、で、アンジュはちょっとバレエの方があって、そう、ま、バレエがね、すごくいい役をもらえるようになったんだって。見たいな。見たい。でね、やっぱり表情が出てきたじゃん。で、やっぱりね、あの無茶振りされてもポンと普通の子供
じーっとしてるんだけど、アンジーやっぱりこうやって鍛えてるじゃん、うん、何でも答えたり喋ったりするし、やっぱりおい、ま、マドンナっていうのかな、うん、いい役をなんか与えられたらしい。で嬉しいじゃんな、うん、で今回今月だけは練習来れないということで、今日アンジーのオーディションで、ほのかのリズムオーディション、アンジーはね、踊りとリズムと、はい、じゃあその映像をちょっと用意したんで見てもらえますか。はい、はい、ほのかもさすがだよ、さすが。はい、じゃあ2人が受かることを祈って、はい、高田さんにはどうする、ちょっとおしやってみ、あ、それは多分ね、めっちゃ絵面が悪いからこれは どう考えても普通に VT、 それ想像してみな、40超えたおっさんにTR とかそれはいいだろう、普通に。あ、じゃあ何、高田節いいって思えるし、あ、やっぱりディナーがなんか、ほらディナーが、ほらディナー、スタートだけ、スタートだけ合わせる、スタートだけ、オッケー、スタート、カメラ特定してもらって、そのタイミング悪かったら行かないよ、VTR。はい、はい、はい、お願いしますね、合わせるよ、はい、せーの、 VTR スタート。はい、じゃあストレッチ行こうか。じゃあまずレクツ、うん、そう、 OK、 じゃあ得意な、はい、開脚、おお、さすがですね、ベッタ、さすが。あそば抜き、はい、抜きます、イエーイ。自分で、あの、はい、普通にさ、いや、そうそう、いいよ、もっと、オッケー、はい、アンジュ、ワイドバランスは、うん、持っていいよ、イエーイ、うん、問題なしだね、ダンスは OK。 じゃあ、あと、ほのかさんのではリズムオーディションいきます、どうぞ。じゃあもう問題なしです。さすがでした ね、 すね、アンジはもうべっちょべっちょ、はい、ベタベタですね、完璧でしたね、はい、はい、でほのかはリズムできてましたね、さすが、さすがですね、いやほのかはきっと受かってくれますよ、はい、あ、もうあの多分問題ないですね、ほのかは、はい、あとだからダンスの方受かってもらって、やっぱりほのかあずりな前あたりがリーダーアシスタントが落ちるとちょっとシャレならない、落ちない、頑張る、あ、落ちないですね、はい、ダメ、落ちることは考えちゃう、まあ、本当にでもあの仕掛けないからきっちりとやってもらう、はい、はい、そのために今頑張ってますね、柔軟も、はい、もう筋肉痛です、はい、どうしますか次は、後輩、はい、次はですね、はい、こう、みんなダンスの、ダンス、柔軟も頑張ってるということで、はい、一部分、はい、ダンスの振り付けを、はい、安住に即興で教えたいと思います、イエイ、この部分はまだ KCT もやったことがないので、はい、安住も初めてです、そうだね、私も教えるのも初めてです、はい、じゃあテーブル下げますね、気をつけてね、はい、大丈夫、そんだけあればいい、一緒に、じゃあカメラを、カメラ変える変える、ウィーン、大丈夫、椅子はちょっとこんな感じ、はい、ですね、今日やるところは、はい、
一番メインのやっぱりサビですかね。ですね。あのサムデーのサビ。はい、まあ、サムデーという曲はね、安住は知ってるという曲ことで、カウントでいきますね。ちょっとちょっとちょっと聞いたことある程度。はい。これはね、リナが振り付けをやる。はい、頑張ります。頑張ってください。かっこいいんだけど。いやいや、頑張ってください。大丈夫、はい、大丈夫かな。はい、手はですね、こっちはこう、左手はここ、はい、で、右手はビューン、後ろから回してくる、斜めに。最終的には、線対称な形になるように、こうですね、なるように。あ、こっち？うん、横は向かない、こっち、あ、前、はい。で、足は、はい、この、これを、この手をグイーンってやるときと一緒に、はい、左足をこう上げる。そうそう、ビーみたいな。この危ない、あの心、あの、なんだ、なんだこれ、なんだ、なんだこれ、なんだ、振動じゃない、なんだっけ、なんだっけ、なんだろう、こうやってやった力を利用して、はい、なんかブラーンみたいな、はい、ブラーン止める、ここがきちっと止める、はい。で、これにちょっと弾みをつけて、こういう風になる。ん？もう一回やって。あ、こうな感じ。そうですね。遠心力のこと。うわ、あ、そうです。遠心力。そう、正面で投げたから。で、こっちも同じ。こう来たら、こっちはさ、こっちから始めるじゃん。最初はさ、足を後ろからこう始めれるじゃん。こう来たら、これ後ろに下げる暇がないんだね。だから、こう2回目はもうこの、はい、この状態からこう足を上げちゃう。それに少し弾みをつける。ん？どうも変えて。はい。こっちはね、最初は、はい、ここの時は足、あ、ごめんね、ごめんね、足が、はい、回してるから、はい、左足を少し後ろに下げて、はい、遠心力でこういけるんだけど、左をやる時はただ上げるだけみたいな、うん、上げてちょっとボーンみたいな、そういう感じで。タタタタ、誰が違う、タタタタね、こうやってやるんじゃなくてね、あ、あ、なっちゃう。少しこっちの足はもう楽にしてて、はい、右足をタタタタタちょっと 前に出る感じ、はい、一緒にやろう。いっせーので、ちょっと待って、え、私見てね、じゃあ、え、わかんない、え、こう、こういう感じ。これ、上げて、下ろして、あ、わかった、あずみね、はい、左足が後ろ、はい、あ、後ろ、はい、その時にちょっとこうで、こっち、ね、こう、手がこう来るから、あ、ここで、これでまあ、ブンって持ってくるみたいな、そうだね、こう、肩入れるのと一緒にこう、はい、たーたーで、下ろしたら、足がこっち行くときは、たーた、たーた、ここはね、上げっぱなし、この、あの手と一緒にビュン、だから、うん、ごめんね、こっち来たら、すぐ、この状態に入ったらすぐこう来るんだよね。あ、はい、ちょっと待って。はい、こう来て、あ、わかんなくなっちゃった、足がわかんない。じゃあで、そうそう、今日無茶振りでいきなりのレッスンだからね。そう、はい、私もちょっとわかんない。あ、カウント出てきない？ 5、6、8カウント、まずはちょっと待って、でもちょっと待ってください。はい、ね、足がね、こういう感じ、こう乗せてるだけだから今、うん、こう少し右足でポンポンみたいな
そう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 、そんな感じ。その時にちょっと肩を中に入れてポンって出ると右手が出やすい。おー、そう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 、さすがだよ。グーグーグー、さすがリナ、教え方がお上手で、はい、いやいやで、それで、はい、ビューンって超アップなんだけど、本当だこう来たら、はい、こっちも同じように、はい、こう、あ、ゆっくりやるとね、下ろすときにちょっと前に出すみたいな。ああ、待って、あ、そうだね、あ、ね、こうやって、はい、やったら、あれ、私何してんだ、ん、私、あれあれ、遊びの部分は積みてる、あ、違う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 、いいんだよ、ごめん、ね、はい、こうやってここまで来たら足は自分たちでこうやってやってる、うん、これが楽しい。そう、ちょっと前目に下ろすと、うん、はい、こっちが来やすいかもしれない。で、こっちは作曲の美味しいところで来るんだよね。そうだ、サビみたいな、どうだだ、あ、下ろさないんだね、下ろさない、そうだね、このまんま、あ、こうなる、手はたー、はい、あ、斜めに、なる、ごめん、線対称というの、点対称ね、うん、点対称そうだね、斜めの方がかっこいい、たーたーたー、ここまでできた、たーたーたー、オッケーオッケー、さすがだな、たーたーたー、そしたら、この状態から開いてと、開いてと、ね、だだだ、もうここからビューンドン、ちゃんとガニ股にして開いたら、はい、また戻す、はい、で少しだけ少しだけ開いて、はい、ぐるんぐるん変身変身、そしたらここまで来たら、はい、すぐこっち変えて、はい、一回だだ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 だ、ここまで、はいはい、そこまで、そこまでだけやってみるか、だだ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 、あ、どあ、動かない足がで、だだだだだだ、ここかな、だだだだ、あ、ここでね、こう、足がこう最初から出すんじゃないね、ごめん、たー行くときに出すみたいな、あの一周と4分の1回るときに出す、はい、たーたー、そう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 、はい、でこの後は、はい、たー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 、そしたら脇締めて、はい、向こう向く、はい、したら、あずみが大好きなやつ、こういうやつ、はい、うまい、さすが、ここはあれ、え、ここで、どっち、右足を引く、待って、ごめん、たた、いた、た、た、ん、た、いた、あ、大丈夫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 、た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 、ね、この時に右足を上げる、で左足ちょっと引く、もう一回ゆっくりやってみてね、たー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 、一回こっち、そこはね、もう流れでいい、流れでちょっと、そのここからここからこっちに移動するまでにこの距離があるでしょ、その時に少し脇に置くみたいな、もう一回止めてもいい、ごめん、どこからタータごめん、タータ、あ、これカウントでやった方がいいよね、あ、ごめん、思った1、2、3、4、もう一回足、ワン、あ、違う待って1、2、3、4、あ、OK、多分
No. せーの、ワン、ツー、スリー、フォー。できてたかな。スリー、フォー。で、ワン、ツー、ツーかな。ツーで、はい、足出す。ワン、ツー、スリー、フォー。早いね、私。スリー、イ、フォー。そう。イ、フォー。イ、フォー。はい。イ、フォー。じゃあ、次だけ。せーの、はい、で、ワン、ツー、スリー、フォー。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。そしたら、こっちで、こうやったじゃん。そしたら、後ろでも同じことやる。た後ろは、常に足は開いてる。回すだけ。だったら、た。まだ戻ってきたね。はい、戻ってきました。だったら、だったら、あ、そしたら、ちょっとこっちに、こっちに書いて、で書いて、あ、はい、わかるな、こう、こんな、そう、そうだね、こう、こう何かを避けるような、はい、ビュー、ビュー、リナすごいねお前、ジャンプ、ジャンプは何回、ちょっと三回で、はい、ちょっと左気味、斜め気味、はい、斜め気味で、ビョンビョンビョン、その時に手は1,2,3 1,2,3 そうそう、はい、だんだんこう上がってくる、はい、それが1,2,3とか硬くなってね、最初忘れてそうダメだよ逃げてっちゃいそうまあ赤いになる練習でいくそれが硬くならないようにはい自然にあ、はいダンダンダンどこまで行けたっけなダダダタタ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 タン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 そうだねタンタンタタタンそしたらねここが難しいここが難しいんですんごい難しいんだけどうったん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 っていうリズムなんだよね、はい、わかんないここがリズムでもあるじゃんううったん、うったん、うったん、たん、はい、のリズムでうったん、うで、はい、う、ちょっとちょっと腹の中でリズムをとって、う、はい、うって思って、はい、ううったんで、はい、開く、足を開く、はい、うったん、その時に手をつける内側から回す。うたん。そしたら閉じて左足出す。の時に手も一緒に。よーみたいな。よーみたいな。よーそこは本当のリズムでいくとすごい速いんだけど、うったん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 ってなるよね。ん？うったんうったんうったん。うたんでここはなんかなんだろうこうやってなんめっちゃ私さっきやっちゃったけどめっちゃ三角作るとダサいチチチダサいよ、うん、だから下目でこの添えぐらいでいい、はい、いいですはい待ってでそこの、はい、リズムがきっと難しいから、はい、まず足だけいきます、はい、せーのうったん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 あ、こっち3回ういうったんうったんうったんあ、そうだねうったんうあ、よあ、よごめんあ、よでうったん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 たんたん手は余裕があったらちょっとそれだけたんでたんう腰下でいいよ腰下はいうったん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 こっちがねくるねあそこは頑張って崩れではい頑張ってくださいこのアズも速攻で覚えるのすごいね冗談いやさすがですよやっぱりさすがだねうん逃げててないか心配、ね、映像でリナはでもリナで自分でやっぱりちゃんと責任を果たしてるの分かる俺先に
みんなよりもね、5本も6本も先にやってるっていうのよくわかるよね。偉い偉い偉い。みんなすごい。いつ考えるの？いや、考えるっていうか、コピーもしてんの。コピーして、うん、で、今度小さい子もいるじゃん。フォーメーションを考えて、で、踊れるとこ踊れないとことかの、うん、で、あの、違うのは自分で考えたり、オリジナルと踊れを組み合わせていい。ですね、あのね、はい、オーダーするよ、ね、スローにしてとか映像とか、うん、いっぱいオーダーしてくる、俺に映像があるんですよね、そのサムディの元々の振り付けの映像があって、うん、それを、お兄ちゃんがなんか映像を見つけてきて、うん、これかっこいいじゃないタクマもな、全然出ないよな、言ってきたんで、うん、じゃあコピーしてみようかなって思ったのがかっこよかったから、はい、ちょっと見せてやろうと思って。はい、今日はこれぐらいにしておきますか、はい、もうちょっといった。そうですね。あ、じゃあ切りのいいところ、これ続けようよ、継続していこうよ。あ、じゃあここまで、ここまで来たら足はタッ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 、ちょっとそんなね、あのね、はっきり頭無理になってた。もうね、だいたい伊藤さん、アズの脳の基本範囲だいたい知ってるから、多分頭の忘れてるよね。覚えてる？でな、これ今日初めてやったじゃん、無茶ぶりから。だからやって、今日のおさらいはって言って、できるとこまででいいんじゃない？うん、あの、ね、ここ切りが悪い。本当？いいです。わかりました。ターン。うん。どこだそれ？下ろしてターン。変身だ。変身。変身。忘れてる絶対。変身。打ったら。打った。あ、忘れてる。悲しい、どうしよう、悲しい。変身。打ったら。変身。打ったら。横ジャンプ。あ、エビや。横エビ打った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 、ダダダ、ここ、ここ、ここ打った、まお、よね、よよよ、打った打った打った、タッタッタ。あのね、そこはね、これだとさ、すごいかっこ悪いじゃん、なんか、ほう、すごいはっきりやってるじゃん、うん、何気やるみたいな、何気なく、はい、ここに手を置いて、こう手、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、髪の間だ。あの、ちょっとここでもリズムを取りながら、はい、だった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 、じゃあ、どうしようかな、うん、はい、お前ら、弓蔵のやっぱり弟子っていう感じするよ、セイトって感じするわ。打った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 、ここが難しい、私も分かんない。ういうい、じゃあここは私もちょっと特訓してきます。じゃあアーカイブ見て練習か。じゃあちょっと最初から通してみますかね、ゆっくり。ゆっくり最初は、おさらい、おさらい、おさらい、はいはいはい、じゃあゆっくりで、はい、ちょっとゆっくり、はい、右足を下げ、あ、左足ね、左足、大丈夫？オッケー。オッケー。せーの。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ。ワン、ツー、スリー、フォー。避けて、避けて、ジャンプ。打った、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 打った。ああ、そうだ。かっこよかった。そこまで。そこまででいいよ。十分。これリナリナ、じゃあ完成形リナちゃんとやっとって、アーカイブ見れるんですよ、これ。私、あの、そこまでですか。5 6 7 8 1 2 3 4 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 5 6 7 8 1 2
なんか違う。変なの。ここも早いね。ここはね、もっとね、回してよ。でも本当の音はね、もっと早いんだよね。そうだね。あれかな。
あれから数えきれない。早くない？もう少しゆっくりかな。あれから、そんなゆっくりスローエンドそれ。OK。 はい、よし終わろう。そんな感じで、おー、リナス、ちょっと私もなんかありがとうございました。ありがとうございました。先生ありがとうございました。先生ありがとうございました。さあ、じゃあ新作の、はい、高田ちゃんにもそこはちょっと高田ちゃんの感想が行こう。いやなんか、うん、俺も踊りたくなっちゃった。踊る？高田ちゃんはでもステージングなんかすごく楽しそう。あすごいよね、でもね。いやリナさすがですね。いえいえ、リナでもさ、いい感性なんだと思うよ。まあ、あと全体のフォーメーションがいるよね。うん、ちょっと私に火をつけるコメントをしている方がいるんですが、はい、読んでください。ちょっと、はい、赤組消化とか何ですかそれ。で、その後鎮火の合図があったんだよ。赤組固まってる。どこ赤組消化って、どこ誰。じゃあ鎮火だ。じゃあ鎮火ってダメです。火が消えちゃったってダメです。これはね、もう絶対私は燃えました。これで、はい、いや消えませんよ絶対に。清水さんの方が高田さんを踊ってってリクエストが。ちょっと、あの、頑張って相変わる見て練習して。センター上げてあげて。あ、大歓迎です。で本番で踊ってる最中に、あのちょっとあの腰がとかね。あっ、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 病院からもらった薬。この、腰とかどうやって。シップみたいなもん。あ、まあ。それ、うちも塗ってた。はい、警備した時に。じゃあ、はいはい、じゃあこのダンスは各自練習ということで、私もちゃんと練習してきて、はい、陽子ちゃんもリナかっこいいねって。いや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 、ウィー頑張りましょう。 KSC のみんな、イエーイ。リナに渡すよ。いけます。はい、もらいました、もらいました。はい、もらった。 OK。 じゃあプリントクラブアドがやるやつを、はい、公開練習行こうか。はい、これだ。ちょっとこっち。じゃあ不良のプリクラに挑戦するレディースの総長がマヤ、はい、マヤで番長がアズ、アズが男、はい、だから男です。今日はリナがマヤちゃんのレディースの総長で、ね、不良で、これがプリクラのカメラ。振りもつける。はい、つけますか。つけない、本読みだけ、はい、でも雰囲気だけやってみようよ、はい、走り。じゃあリナから。はい、じゃあ、初本読みだから初めてだね。はい、どうぞ。ちょっと2番かけよう。いいぞ。ええー、のラブラブな感じで撮るんやぞ。わかってるわ、ラブラブや。前でんな、こら。お前が真ん中いすぎるから見切れるんやろ。メンチ切るな、えへって笑えや。笑っとる。えへってなんや。もっと可愛く笑えや。うっさい。少女時代みたいなポーズ取れや。わかってるわ。ところでお前、昼餃子食ってやろ。いいやろ、写真に匂いが映るんか。お前も食ってたやないか。会話とは完全に気に離された二人の可愛い笑顔。ここだ、カメラに向かって。くんで彼女。来るぞ来るぞ。動くなよ。パシャ。目つぶってもうた。お前しばくぞ。まだあと3枚あるやろうが。次は決めるぞ。ポーズ変えろや。わかってるわ。次はしくじんなよ、こら。お前がな。お前言うな、お前。あんまさっきとポーズ変わらんやんけ。ほっぺたよ。すり寄せろ。ほっぺたすり寄せろや。お前が寄せてきえや。来いや。来いや。すり寄せて来いや。だからお前言うなって言うてるやろ。頬を寄せる二人。お前髪ジョリジョリやんけ。あ、お前ひげかこれ。お前。お前、お前ひげジョリジョリやんけ。お前のひげや。俺のひげか。しばくぞ。バシャ。しょう。しょうもないこと言うからしくじったやんけ。あんだけしくじんな言うたやろうが。お前のせいやろ。だからお前言うな。プリントクラブもまともにできんのが。いちいちプリントクラブって言うなよ。お前もっと恥じらえや。恥じらえとか言うなよ。次どのポーズとんねん。腕組め、ラブラブ感出せ。そんなボケはええねん。一人で胸の前で腕を組んで蹴られる彼氏。一人だけで
アズがこうやった時にポッて蹴られるわけ。メンチメンチ切るな。切ってないわ。ラブラブ上等や。上等言うな。彼氏の腕を引っ張って、お前お前汗びしょびっちょりやんけ。お前汗っかきをバカにしてんのか。パシャ。まともな一枚もないやんけ。お前が汗かいてるからやろ。うっさいな。最後やぞ。最後のポーズは俺に決めさせろ。しょうもないポーズやったら殺すからな。あと しばくしばくからな。ほっぺにキスしろ。キスとか言うな。きしょいんじゃ。ええからキスしろや。なんや嫌なんかこれ。嫌とかちゃうわ。ほな早くキスしろや。また不意打ちされるやろが。キスはこのここはな、かわいすごいかわいいの。キスはこの後観覧車の上でって決めてるやろ。キモ。言っちゃった。照れながらうつむく彼女。そっか。おほんならフリーダムで行くぞ。なんやフリーダムって。どんなポーズでも自由って意味や。わかったわ。で二人でカメラに向かって中指を。彼氏あかんやろ。すいません。じゃあどないしたらええねん。お前後ろからギュッてやれや。アイドル雑誌の表紙みたいにやれや。アイドル雑誌の表紙なんか知らんわ。お前の方が背高やろうが。ほな俺が後ろ回ったらええやろが。パシャ。ここから後ろに回って、あ、前とか総長の後ろをこうやってやってあげてんの。でよっしゃー。あずおいおい、はい、よっしゃーよっしゃ。今度はうまくいったで。なんねんな、あ、なめんなプリントクラブ。いちいちプリントクラブって言うなや。ええから早いお絵かきしろや。わかってるわ。ペンが絡まってるやろうが。時間がなくなるやろ。わかってるわ。お前なんでこんなメンチ切ってんねん。お前がいらんこと言うからやろ。もっといろんな色使えよ。いちいちさしずだすんなや。いちいちさしずすんなや。なんやねん抜き抜き抜きって。好き全部はみ出てるやんけ。うっさいの。スタンプとか使えや。色変えろよ。よしよし出てくるぞ。ハサミどこにあるんや。カミソリやったらあるぞ。どこの世界にカミソリでプリントクラブ切るよやつがおんねん。プリントクラブって言うな。二人出ていく。はいはい、また行く。はい、今日はこんな感じだね。はい。おお、58分うまいこと言ったじゃん。になったすねえ。はい。プリントクラブやりたくなってきちゃった。プリクラプリントクラブって分かってなかった。私も最初分かんなかった。プリントクラブ、プリクラっていうやつだからね。で、今日は、いや、今日なんかすごくうまいことコンパクトにまとまったんだけど、で、ダンスをこれからな定番にしていこうよ。このね、一個綺麗に終わる、つなげたら実は終わるみたいなとこまでやるよ。ほんなら子供たちも他の子にも見てもらえることできるじゃん。リナの指導の方が分かりやすいわ。あっち側で見るように多分で、全体が映るようにまたしとこう。あの、私も映像でコピーしたんで、うん、細かい足のリズムとか、うん、そういうのがまだ少し分かんないですよ。だからそこは少し変わるかもしれない。全然変わらない。リナが作ったやつで OK だよ。はい、はい、で今日はね、この後アズとかリナ、今年のね、テーマでね、伊藤さんと今、久米田先生と、あと、京高田ちゃんにも参加してもらうんだけど、年内中にね、Facebook ってあるんだよ、もう一個。Facebook とか、あと、この、今こうやってやってる Ustream とか、ニコニコ動画とかいろいろあるんだけど、有料放送とかね、例えば、楽譜、エコロブームが作ってる楽譜が、ダウンロードされたりとか、で世界中の人たちが例えば、見て同時通訳で英語が喋れるとか、もっとね、この今やってるこのソーシャルメディアをもっともっとどのように利用して、世界中に広げたり、まあ、国内も含めて広がるかっていうことをね、研究し始めたの。でちょっとインテリジェンスチームって呼んでるんだけど、高田君と。で、久米ちゃんと。でね、次はね、後藤君が入ってくれるんですよ。後藤君も。彼も
フェイスブックとかいろいろ感じます。まあ、ね、インテリジェンス感じます、ね、感じるようになるとな、ね、同等じゃんもんな、うん、で一緒にちょっと一緒にそれを研究して年内中にな、なんとか、はい、その新しいシステムをで、伊藤さんが今思ってるのは子ども地球サミットのホームページなんかもフェイスブックの部分は白鳥ちゃんと俺とあと高田くんで一緒に管理人できて一緒に広げていけるようになれば面白いかなと思って、はい、はい、今日はその第1回目なんだよね、はい、実はだからこれから土曜日はねちょくちょく高田ちゃんも遊びに来てくれる、はい、ただ、はい、番組はね基本的にはこうやって特別に今日ゲストだから、はい、中学生の中にこうやってやるのはやっぱりちょっとエコブルもおかしい、はい、ちょっと手取る向こう向こうカメラの向こうの人たちがちょっと絵面悪いやってるよはい、じゃあ今日は高田さんありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、楽しませていただきましたはい、はい、じゃあ次回はあ、でまたリナとかさ女の子のゲストなんかも考えていこうよね、ま、はい、ちょっとまあ声かけてみますね、仕掛けていこうよね、やっぱりはい、ちょっと待ってね、今カメラ、じゃあ次回の番組の放送は月曜日に明日はきっとやってくる。はい、ほのかの、ほのか第1回目なんだよ、今年。え、嘘、違うよ。第1回目、ほのかは、うん。ほのかが出るの。ほのかが出るの。そっか、ようこちゃんだったもんね。ほのかが出るのは第1回目で、なんと、ちょっとドキドキのようこちゃん公開オーディションっていう。おー、ようこちゃん頑張って。頑張って、ね。審査員は僕と、さわちゃんと清水さんで、さわぴーと清水。頑張れば必ずその壁はね乗り越えられるから頑張ってくださいね、本当に。そうですか、やっぱり。いや悩みますよ、そりゃ何かやるにあたって必ず。そうだね、頑張ってください。はい、ネガティブにならないように。はい、はい、いいメッセージでした。で、はい、上条くんもまたメールとかやり取りしたり番組来てこの間来たまやくんなんか一度連れてきてくれよ、上条くん。で、その時は YouTube でボーダレスとかプレシャスは覚えてくるように。上条くん OK ですか、上条くん。応答お願いします。応答お願いします。そこでシャウトとは何ですかって聞いてきた。歌をな、KC の子たちは分かってるじゃん。もう腹の底からガーン叫ぶみたいなシャウト。で、彼は可愛くて、ボーダレスとかプレシャスはもうシャウトすればいいんだよ。だから合わそうとするんじゃなくていいよ。って言って、シャウトっていう意味を俺と、高田ちゃんも答えてくれた。ちょっと画面上でもう一回教えてやってよ、上条くん。シャウトの意味ですね、はい、シャウトは英語で書くと、うん、習ったみんな習ってない、習ってない、はい、SHOUT、うん、まあ H-O-U-T、辞書を調べても分かりますが、うん、まあ歌で言うとこのシャウトとは、うん、叫ぶ、まあシャウトとスクリーム、うん、してる、うん、分かんないですどってシャウトとスクリームとあるけど、うん、スクリームも辞書とかで調べると結構叫ぶ同じような意味合いになっちゃうけど、あ、同じような意味合いじゃないか、スクリームの方が悲鳴に近いです。そうだね、悲鳴だね、うん、めちゃめちゃ高いからね、勉強も教えてもらいました。ホラー映画とかでもよく使うね、はい、うん、本当そうなんだ。だからシャウトはもう心の底から、腹の底から声を出すだけじゃなくて、ロックの、ね、心、魂を叫びる。そう、それがシャウト。いい言葉だよね。キムドクスがあの時も言ったんだけど、ドクスさんがミーちゃんにやっぱり上条くんもアズとリダに合わさなきゃいけないってやっぱり思っちゃったらしいんだよね。で、ドクスさんはね、合わす必要ないと、シャウトしてこい、シャウト。そしたら自然とお互いがサウトして認め合うと勝手に重なり合ってくる。いい言葉だなと思って使わせてもらってるんだよね。リナがリナらしく、アズがアズらしく、上条が上条らしく、ガーンと腹からくると勝手に調和されてくるっていう、ね、そうですね。シャウトできるようになるとやっぱり歌が楽しくなるんだ。楽しい、そういうことだよね。いいこと言うね、さすが。今年は違うぜ、リーダーリーダーで、リーダー。いやでもまだ私も歌はまだ特訓中なので。そうだね、一個ずつ課題だよね。でもこうやってダンスが輝いてさ、楽器あってそこさ、リーダーらしいよな、やっぱりダンスこうやってやってる時なんか、うん、うん、で、どんどんまた新しいスキルがつけてったらいいじゃんな。はい、はい、って言いながらちょっと秘密企画もやってるからな。そうですね何さ、本当に気になる。もう誰にも教えてます。
秘密？うわ最悪すごい今やだ、はい、じゃあ、はい、次は月曜日、月曜日明日はきっとやってくる。テーマは陽子は生き残るか残んないかということだけで見てください。残ってくれますように。ハラハラドキドキです。はい、私も人生シャウトしなきゃって陽子言ってる。頑張って陽子ちゃん、頑張ってください。はい、はい、気合ですから。気合だ気合だ気合だ。あと、はい、トネーム君がありがとうデコイチプロジェクト。そうだね、これを前大人積み中でどん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 実現していくんで、一緒にぜひとも協力してください。はい、はい、あ、牛が来てる。牛、お、牛こんばんは。こんばんは。お疲れ様でした。はい、皆さんありがとうございました。今年も子ども地球サミットよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そしてリサイネルもよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ高田さん今日はどうもありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではせーの、あずみな、バイビー。